まる、もう学校出た？うん。なんで？だって今日は塾だからな。あ、そっか。じゃあどうしよう。何を？帰り道一人じゃん。誰か誘えよ。無理無理。いつも守と帰ってるから、今日だけ帰ってくれる人なんていない。残念だったな。うざ。てか私も守と同じ塾入ろうかな。え、マジ？一応ママから言われてるんだよね。塾に行くなら守くんと一緒にしなさいって。なんでそんな会話になるんだよ。ママに守の話しかしないもん。勝手にやめろ。ねえ、どう思うかな。私その塾向いてそう？塾に向いてるも何もないけど、試しに入ってみるのはどうだ？本当？ママに言ってみる。ああ。塾終わったら LINE ちょうだいね。うん。3時間後。マジで意味がわからん。何考えてんのかわからん。どうした？悩める青少年よ。お前も同じ高校生だろ。またあやめか？はい。好きなんだろ？早く告白しろよ。したよ、4回も。あれ、3回じゃなかった？いや、さっき電話でもう1回した。でもダメでした。もう諦めろよ。ああ、そうなるよな。俺も思う。もう今回で最後にしようって。でも何事もなかったかのようにまたベタベタしてくんだよ。今日だって俺が塾で先に学校出たのをショックがあって、同じ塾に通おうとしてきたんだぞ。確かに意味不明だな。電話でも彼氏欲しいとか散々言うから告白したら振られるし。マジで理解不能。一体どうしたいんだよ。悪魔タイプだな。俺のことどう思ってんだろうな。それ本人には聞かないのか？聞いても良くならない回答してくる。一番仲いい異性とか、今の関係性崩したくないとか、結婚するなら守だねとか。結婚するならどういう意味？キュンキュンしないってことだろうな。もう友達の期間が長すぎて、そういう目で見れないんだと思う。ああ、なんかそれ聞いたことあるな。いや別にいいんだよ。それでも全然いいんだけど、それなら思わせぶりな態度はダメだろ。間違いない。こっちが一回告白したらもう元通りには無理だよって話。やっぱりちやほやされたいのかな。そうなんじゃね。でもこんな愚痴っててもやっぱり好きなんだよな。なんとしても付き合いたいって気持ちが抑えられない。どうやったらやめと付き合えるんだよ。翌日。ママから許可出た。明日から守と同じ塾に行く。あ、マジか。これから一緒だね。そうだな。ねえ、塾の先生ってどんな人？友達の塾は大学生がやってて、結構イケメンとか聞いたんだけど。あー、何人かはいるな。ほんと？イケメン？いや、どうだろう。あやめの好みがよくわからない。なんで？こんなに長くいるのに？いまだにつかめない。先生と付き合うのってあり？いや、ダメだろ。やっぱそうなんだ。やっぱ彼氏欲しい。だから俺にしとけって。なんか軽い。重く言ったらいいのか？保険かけないでよ。ごめん。冗談だよ、冗談。翌日。初めての塾楽しかった。やらされる勉強じゃなくて自分でやる勉強も楽しいね。だろ？帰り道も守が送ってくれるから安心。毎回じゃねえからな。嫌だ。てか何曜日と何曜日にするんだ？まだ決めてないけど、守と同じにしたい。そこも同じかよ。うん。そのハートやめろ。厳しい。でも先生もいい人そうだった。吉田先生って人？丁寧で分かりやすかった。ああ、あの人俺も好きだよ。だよね。かなり仲良さそうだった。うん、個人で LINE もしてる。え？ LINE してるの？先生と？うん。ずるい。私もしたい。なんでだよ。だって面白そうじゃん。年上の人って魅力的だし。あやめって年上好きなの？年下よりは好きかも。そうなんだ。ねえ、教えてよ先生の LINE。いや、それはまずくね。なんで？守が先生と LINE していいなら私も LINE していいはずだよね。それはそうだけど、やっぱり異性だからまずいと思う。そんなことないよ。え？教えて。先生に聞いてみてもいい？さすがに無断で教えるのはやばいよ。それもそうだね。わかった。先生に聞いてみて。お願いね。ああ。10分後。好きな女の子に男を紹介するほど辛いもんない。どうした？あやめが塾の先生に興味持って、俺が個人的に LINE してるからその連絡先教えてって言われた。やばすぎだろ。普通にメンタルやられるわ。なんで俺が紹介するんだよ。せめて自分で聞いてほしいわ。どの。俺、これ聞く必要ある？おい、無視しとけ。何を？あやめを？うん、明らかに悪意あるじゃん。それはそうだけど。まあ、好きだもんな。そうなんだよ。先生に興味持ってるのも俺に嫉妬させようとしてるのかなっていいように思ってんだけど、多分そんなんじゃねえだろうな。普通に本心で俺のことは何も考えずに言ってるんだろうな。悲しいよ。翌日。守る、先生なんて言ってた？ああ、まだ返信ない。もう一回 LINE 送ってよ。おい LINE はまずいだろ。一応向こうは大学生で忙しいし。ふん。じゃあ帰ってきたらすぐに行ってね。うん、よろしく。翌日。守る、先生なんて返信来た？ごめん、まだ。あのさ、正直に答えて。何？本当に LINE した？え？先生に LINE で聞いたの？私が連絡先知りたがってるって。うん。本当に本当？うん。で、帰ってこないの？そうだな。嘘つき。え？私今日、直接先生に聞いたよ。LINE を？うん。そしたらすぐに教えてくれた。で、守からそんな連絡来てないってさ。どういうこと？なんでそんな嘘ついたの？ごめんなさい。あやめと先生、仲良くなってほしくなくて。は？なんで？もうこれで5回目になるから最後にするね。俺は本当にあやめが好きなんだ。ずっと友達関係でいたけど、俺はその時からずっと好きで、本当にあやめと付き合いたいんだ。何回も振られてるけど、やっぱり諦めきれなくて。年上好きって言ってたし、先生とあやめが仲良くなったら恋人になるかもしれないと思うと、連絡できなかった。ごめん。何回も断ってるよね。守は友達でしかないって。うん。でもね、私は嘘が信じられない。教えたくないなら教えたくないでいいよ。でも、嘘つくのは違うよね。それはそうだな。それはそうって何？私もどこか悪いの？いや、そうじゃないけど。じゃあ、そんな言い方やめてよ。ごめんなさい。もうしばらく連絡取りたくない。はい。10分後。完全にメンタル崩壊。もう無理だわ。どうした？あやめと付き合えないどころか、絶縁状態食らわされたわ。はい？先生にあやめのことで LINE してないのバレた。それで？うん。嘘つかれてたのが無理だったらしい。キモすぎだろ。そもそもあやめが鬼畜なことしてんのに。まあ、でも嘘ついた事実はあるからな。反省なんかするな。こんなの誰が見たってあやめが加害者で守が被害者だよ。ありがとう。絶縁ってことは LINE もブロックされた？言っても10分前のことだからまだされてはないと思う。でもされても仕方ないよな。てかこうしてる間にも吉田先生とあやめは LINE してるんだよな。俺の悪口言ってたりしてんのかな？それとももう会う約束とかしてんのかな？マジで辛いわ。今言え。うん。チャリ飛ばしていくから待っとけ。ありがとう。翌日。和也、昨日はありがとう。今日学校であやめを見てもなぜかドキドキしなくなったわ。お、マジか？魔法が解けたのかな？そうだといい。冷静に考えたらおかしいもんな。なんであんな思わせぶりな態度を取ってきた女は好きだったんだろう。無理すんなって。まだ好きな感情はあるだろ。バレた？うん。正直言うとまだ好き。でも以前とは全然違う。いずれこの好きな感情もなくなるんだろうな。そうそう、それでいいんだよ。無理をするな。ありがとう。和也がいなかったら崩壊してたわ。いい人見つかるといいな。あ。1ヶ月後。守、前はごめんね。あやめ？急に LINE してごめんね。私も言い過ぎたよね。本当にごめんなさい。あの喧嘩以来まともに話せなくて、学校でも目そらしちゃったりしたよね。ごめんね。前みたいに仲良くできないかな。俺も嘘ついてごめん。あやめが俺のこと嫌いになっても当然だよ。そんなことないの。本当に信頼してた人だったから。だからしんどかったの。そうだよな。ごめん。また前みたいに友達でいてくれる？もちろん。ありがとう。守がいないと高校生活楽しくない。俺もあやめがいないと楽しくない。ありがとう。また一緒に登下校したい。オッケー。嬉しい。10分後。報告です。あやめと仲直りしました。マジ？うん、急に向こうから謝罪が来た。マジかよ。また以前通り友達として登下校を一緒にすることになった。なんだよ、やっぱり付き合うのか？それはマジでない。本当か？あの子に断り入れようか？やめろ、絶対言うなよ、あやめたのこと。言うわけねえだろ。で、どうなんだ、賞賛はあるのか。今まで彼女いたことないんだから、そんなそろばん弾けるわけねえよ。でもなんか会話してて楽しいんだよ。お、俺はありえるな。明日デートだっけ。デートっていうか初対面挨拶。頑張ってこいよ。ああ。翌日。守、今電話できる？超悲しいことがあって。ごめん、今は無理。そっか、いつ行ける？割と緊急な案件なんだけど。ねえ守。6時間後。ごめんあやめ、今行けるようになった。どうしたんだ？会いたい。え？今すぐに会いたい。守の家はダメかな。親いるからな。だよね。でもどうしても会いたいの。電話じゃダメなの？ダメ。目を見て話したいの。お願い。いやー、それは厳しいかも。なんで？近くの公園とか無理かな。今守に聞いてもらいたい話があるの。お願いします。ごめんね、俺好きな人できたんだ。え？今日その子とデートしてて、まだ付き合ってはないけど本気で好きなんだ。だからあやめと二人っきりにはなれない。ごめんね。え、誰なの？他校の子だから知らないと思う。どうして知り合ったの？和也に紹介してもらった。あの和也くんね。うん。ってことだからごめん。まだ付き合ってないんだよね。だったら大丈夫だよ。しかも普通に会うだけだよ。ごめんね、申し訳ない。好きです。え？守と付き合いたい。だからその女とはもう会わないで。